いや、もうここに行きました。ここに行きました。いいですね、これ。よし、こんな感じ。小島ジーンズストリートに、来ております。なんでもね、このジーンズストリートの外に、ちょっと飲食店というか、その販売たこ焼きだったかな、なんかたい焼き屋さんがあって、なんでもそこのお店が1月の終わり頃に閉まるということで、ちょっと行ってみようかなと思うんですけど、多分おそらくね、すごい、歴史があるのかなと思います。だからジーンズストリートができた頃も、おそらくそういう、ね、食べ歩きの場所としてね、賑わったのかなと思いますけど、ちょっと今日は行ってみようかなと思います。で、以前もなんかこのジーンズストリート用事あった時にちょいちょい寄らせてもらってて、はい、なんかかき氷食べたなとか、なんか、はい、どうしましょうかね。たこ焼きってありますかね。たこ焼き一つしかない。あ、じゃあたこ焼きとたい焼きたい焼きも一つお願いします。はい。ジーンズストリートへ来られた。いや、もうここに行きました。ここに来ました。このために来ました。涙出てる。あ、ほんまですか。すいません。なんかもう、でもほんまにもうなんか来たかったんで、なんか最後にちょっと、最後にというか、まあギリギリになるとか、またちょっと中場頃に、それでここが貸し店舗だから、片付けて出なきゃいけないんで。もう49年間ずっとここだった。もうこの橋の。ありがとうございます。ちょっとまた、はい、すいません、失礼します。はい、すいません。すいません。失礼します。はい、すいません。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。というわけでね、早速このたい焼きとたこ焼きをね、買って帰りました。というわけで、まあ、どこでね、食べようかってなるんですけど、結構ね、食べる場所があるので、ちょっと探しましょうかね。いいですね、これ。このたこ焼きをね、揚げていこうかなと思います。懐かしい、この紙に入った。よし、こんな感じ。こんなになってます。はい、というわけで、ちょっとこれをね、いただこうかな。いただきます。うん、あ、懐かしいたこ焼きですね。うん、うまい。うまい。あ、美味しいな。なんか昔ながらのたこ焼き、たい焼きをね、いただこうかなと思います。おそらく大判焼きとかたこ焼きがすごい名物かなっていう、可愛らしい一緒になります。たこ焼き、ああ、たい焼きですね。ちょっと待って、いただきます。あんが程よい甘さでいいですね。あんだけも売ってたんで、もしかしたらこのあんがすごい名物なのかもしれないですね。はい、というわけで今回はね、小島ジーンズストリートの外側ですかね、入り口にある昔ながらの食べ歩きスポットのお店に行かせてもらったんですけども、もうね、創業して49年ということで、前にね、お店の前にこの下津井、ね、電鉄が通ってたというね、ことなのと、ね、前のその記念館とかもなかった時代にあったと。いうことで、本当にすごい長い歴史を持つかなりレアなスポットかなと思うんですけども、大体その2021年、今年ですねの1月の半ばぐらいにお店を閉めるということで、というわけで、キリのいい50年でね、閉めようと思ったんですけど、やはりなかなか厳しいところがありまして、今回のような結果になったということで、非常に残念なんですけど、やはりそのかなりの歴史を持ったそのすごいいい場所かなと思います。というわけで、またよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。